はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も制度をご覧いただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、ゴルゴラインを消していく方法ということでお届けしていきたいと思います。はい、まあね、これゴルゴラインをね、消していく方法ということでお届けしようと思ってるんですけど、実はね、これね、相談というか質問をいただきました。で、そのね、質問内容っていうのはですね、僕が前過去にね、上まぶたのね、たるみをね、解消していく方法ということで、この眉尻、これ眉尻の下のあたりを指で優しくこう左右に振るっていうのをね、なんかお届けしたんですよ。で、それをですね、応用してゴルゴラインが消えるんじゃなかろうかということでですね、やっていただいたんですね。で、その方は、ゴルゴラインのそのところ、この頬の一番高いところ、ここにね、左右にこう揺らしていくとですね、ゴルゴラインも薄くなって、なったというか、針が出るっていうのをですね、ちょっとこう自分でこう思いついたというか、ね、やっていただいたらしい、やっていただいたんですよ。で、僕もね、これをね、何人か試したんですよ。これ先週いただいた、質問なんですけども、これをですね、僕も試したらですね、針が出てくるっていうことだったんですね。針が出てきたんですよ。で、針が出てくるっていうことは、このゴルゴラインのこのね、溝っていうのがね、こう薄くなるっていうのも僕より考えられるなと思ったんですね。で、僕もね、ゴルゴラインのね、取る方法で最近僕がハマってるのは、このゴルゴラインがこうあって、ここの上をちょっと引っ張るっていうのをね、僕がやってたんですけども、これに加えてこの一番高いところですね、頬のこのゴルゴラインがあるちょっと横ら辺で、これでここを揺らすっていうのもね、これ効果が出ました。なので今回ねちょっとね、新しいゴルゴラインを消す方法ということでね、今回お届けしていきたいと思うんですけども、今回ね、これも使います。はい、まあ、これをね、いつも使っているのは、これを使う方が効果出るからなんですね。まあ、ない方ももちろん効果出ると思うんですけども、確実に間違いなくこちらの方がですね、短い期間で確実に効果出るんで、ぜひねこれを使ってみてほしいと思うんですけども、これを顔にかけます。1週2週かけてみてください。まあね、僕ね、基本ね、顔にかけるときで2週ぐらいかけるのがイメージなんですよね。なぜかというとですね、やっぱりベタッとこうかかってですね、効果出やすいかなと思うんですね。で、1週だってモニターの皆さんもあるんで、シューッとこう2週かけるのがね、こう なんか効く感じがするんですよ。まあ1週でもいいんですけども、結構でもね、これ統計的に取るとですね、結構たっぷりかけてる方の方が効果出てるんでね、まあそれもね、参考にしていただけたらと思います。で、こうね、喋った間にね、この毛細血管が拡張していって、血液循環が良くなります。血液循環が良くなるとともに、リンパの流れも良くなりますから、この栄養素がね、送り届けられやすくなるんですよ。送り届けられやすい、栄養素が送り届けられやすくなるとですね、当然このゴルゴラインであったりとか、他のシミとかもシワもそうなんですけども、薄くなります。栄養素が送り届けられるから、シミもシワも、たるみも解消されやすくなるんですね。基本ですね、シミ、シワ、たるみっていうのはですね、筋肉が疲れている、皮膚が疲れているから起こりやすい現象なんですよ。疲れやすい、疲れているっていうのはですね、まあ、老化現象の一つなんですけども、そこに栄養素を送り届けていけばですね、美しく老けていくってことなんですね。僕もね、これをね、常にテーマなんですよ。美しく老けたい、ね、できたらですね、年いってもですね、それなりの若さを保ちたいじゃないですか。なので僕は一生懸命こういうのを毎日動画配信してるんですけども、ぜひねこれをやってほしいと思います。で、今回もね、このご質問いただいた方ですね、いつも本当ありがとうございます。いつもね、僕のね、こう心配してくださってですね、コメントいただいたりしてるんですけども、本当ね感謝しております。でですね、これもね、早速皆さんにもシェアしたいと思いますんで、やっていきたいと思うんですけども、この頬の高いところですね、頬の高いところをですね、指をピタッと置いていただいて、こうね、ピタッと置いていただいて、左右にこう優しく、強くじゃないですよ、優しくです。優しくこう左右に振ってください。これね、10秒から20秒いきましょう。はい、で、両手でやりにくい方は片方ずつね、ピタッともう皮膚に当たるか当たらないかぐらいで結構なんで、それぐらいの感覚で結構な、20秒で優しく左右に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。こっちも行きましょう。行きますよ、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。確かにね、こうやるとですね、ちょっとこう
もちっとした感じがするんですよね。でこれをね、まあ、3セットぐらいしていただけたらいいかなと思うんですよ。まあね、1セットから3セットをやるということでね、今回ちょっとルール決めをしました。はい。でですね、まあ、このあとですね、僕がいつも最近やっているこの引っ張り上げる、この目の下ですね、目の下のとこをグッとこう斜め後ろに引っ張って、これも20秒キープ。はい、いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。はい、まあ、これをですね、まあ、3セットやっていただけるとですね、このゴルゴラインが薄くなってきます。薄くなってくるとですね、どん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 やっぱりね、顔のね、変化、自分のね、顔を見るのって自分が一番多いと思うんですよね。鏡で見ることが多いと思うんで、その変化を見ていただけるとですね、実感していただけたらですね、毎日続けられるんですよ。やっぱ綺麗くなってきてる、シワが消えている、顔が白くなっている、楽しいなってなってくると思うんですよね。まあそういう動画を僕はですね、毎日配信してるんで、よかったらね、他の動画を見ていただきながら、どんどんみんなでですね、自分のなりたい自分になっていただけて、まあ、若さを取り戻すということで、ぜひ皆さんやっていってください。はい、まあ、これでですね、今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということでお届けしているんですけども、そのコンセプトの中に3つ掲げております。1つ目はですね、誰にでもできるというところです。で2つ目が確実に効果が出るというところですね。で3つ目がですね、一番ポイントなんですけども、楽しんでやっていただくというところなんですね。1つ目2つ目はですね、当然のことなんですけども、3つ目がですね、非常に重要で、楽しんでやっていかないと続かないんですよね。人っていうのはですね、面白くないとか楽しくないとですね、続かないものなんですよ。これはもう勉強でも教育でも何でもそうだと思うんですよね。なので僕はですね、楽しんでいただけるための動画ということでですね、心がけております。であと1つ目2つ目はですね、この炭酸生態スプレーですね、こちらの方がですね、セルフケアを簡単にしながらかつ効果が出やすいような方法でですね、お届けしているんですけども、このポイントはね、血液循環にあります。血液循環が良くなれば痛みが取れたり、しびれが取れたり、血液循環が良くなればシミが消えたり、シワが消えたり、たるみが消えたりということなんですね。まあ、そういうことをですね、日々配信しているんですけども、よかったらですね、皆さんもですね、このチャンネルを困っている方、知り合いの方にね、シェアしていただけたら非常にありがたいです。そしてですね、こちらのスプレーがですね、本当に毎日のようにですね、コメントいただいて、たくさんの方に使っていただいております。本当にありがとうございます。これからもですね、どんどん僕のですね、この YouTube の動画配信もしていきたいと思いますので、気になる方はですね、概要欄に貼っておりますアンジ久志からの直接購入と Amazon、Yahoo、楽天、あと Q10 の方でもですね、購入販売ができますので、よかったらそちらの方からですね、お買い求めいただけたらと思います。またこれからもですね、なりたい自分になっていただけるための動画配信をですね、頑張っていきますので、どうか応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。